上位を破って上昇気流に乗りたいブラウブリッツ秋田と、1年での J2 復帰へ下位のチームへの連敗は絶対に避けたいロアッソ熊本の一戦、2019明治安田生命 J3 リーグ第13節、秋田市のソユースタジアムから実況広田裕二でお送りします。スターティングメンバーをフォーメーションでご紹介していきます。画面の上から下に攻める形、ゴールキーパーは松本拓也、フォーメーションは 3-4-3、 10節目の福島戦以降このフォーメーションを採用しています。では熊本のスターティングメンバーです。フォーメーションは 4-4-2、 ゴールキーパーは元日本代表山本海斗、フォーバック右から黒木、小笠原、鈴木、高瀬、ボランチ2人は岡本と上村、右に中原、左に中山、ツートップは2人で9得点、北村と佐野です。北村横につないで激しいチェック、奪ったのは秋田、垣根前を向く、迷ってシュートを打つ、山本触っています。しっかりと山本がコースに入っていました。思い切って打っていたのは垣根です。今日がホーム初先発、さあ和田が45度からシュートを打つ、ここも山本のセーブ、和田の得意なゾーンでのシュートでした。自身の今シーズン初ゴールも今のエリアから決めているという和田です。手が上がった、今度はファーへのボール、シュート打った、キャプテン、昨シーズンまでキャプテンの山田直之が決めました。秋田先制、前半の14分、山田直之、実に2016年11月以来952日ぶりのゴールを決めました。苦しむチームに先制ゴールをもたらしたのはかつてのキャプテン山田です。スライディング、ボールを奪う、和田から、和田がシュート、クロスバー、熊本にとっては命拾い、畳みかけたいのは秋田ですが、熊本がテンポよくボールを回して、さあ抜けている、高い位置を取っている、中山、中を見てシュート、入った、同点、前半の19分、オーバーラップから決めたのは高瀬、早くも熊本が同点に追いつきました。これが上位の意地、高瀬6試合ぶり2得点目、高速カウンターが決まりました。熊本です。高い位置で奪う、北村、前を向く、仕掛けて北村、まだ行く、北村シュート打つ、浮いたボールは入ったか、これはゴールが認められました。熊本が逆転です。前半の22分、一人で持ち込んだルーキーの北村が決めました。2試合ぶり今シーズン6得点目、熊本先制を許してからあっという間、わずか8分でゲームをひっくり返しました。間で小谷、プレスのスピードをキュッと上げたのが熊本、高い位置で奪って黒木、前向く、左足のシュート、キーパー松本止めています。裏を狙ったボールでボールに触る、クリアして上原シュート、上村のシュートでしたが枠を捉えることはできませんでした。ここはサインプレーで簡単にスローインから裏を取ってきました。おっと、これはミスになるか、追いかける、押し込むか、どうだ、ゴールには入らない。狙いすましたシュートはわずかに枠の外でした。秋田にもうワンプレー、ただが
放り込んだボールはファーサイド、熊本がクリア。ここで試合終了のホイッスル。1年での J2 復帰へ、ロアッソ熊本先制を許しましたが逆転勝利、2試合ぶりの勝利で首位奪還です。第13節ブラブリッツ秋田対ロアッソ熊本は熊本が先制を許しましたが今シーズン3度目の逆転勝利、2週間ぶりの首位浮上です。